リカッと光る動画を作りましたので、必要な方は、Facebook のエディウスユーザーグループからダウンロードしてください。背景は0%の黒になっています。アルファチャンネルは入っていません。ファイルは、グラスバレーの HQX の AVI です。使い方は、背景となる映像の上のトラックに入れて、 キーの合成から加算合成またはスクリーン合成を使うだけです。どちらがいいかは背景によっても違いますので試してみていい方を使います。色を変更するにはカラーホイールを使います。この時、輝度とコントラストは変えないでください。 次は動きの速度を変更する方法です。時間エフェクトの速度を50%に変更すると光は2秒になります。元のファイルは6 0 p で作ってありますのでスローにしても気にならないと思います。応用例をいくつか紹介します。 個々の説明はしませんが、使い方次第で可能性は広がっていきます。